北国新聞ニュースをお伝えします。新しい県立図書館の来館者が今月十六日のオープンから一昨年までの三連休で一万七千人になりました。石川県によりますと県立図書館の来館者は午後一時に開館した初日が三千四百人、午前九時からフルオープンした十七日が七千百人。 おとといは6500人でした。訪れた人は家族連れや高齢者など幅広い世代にわたり、新しい建物を一目見ようと、能戸や加賀からも多くの県民が詰めかけ、観光客の姿もあったということです。他のエリアと仕切られた子どもエリアは、大声を出しても問題はないため、親から好評だったほか、高校生や大学生が 勉強の場として図書館を使う姿も目立ちましたこうしたことから400台収容の駐車場は満車になる時間帯も多く県が掲げる年間来館者100万人の達成に向け良いスタートを切った形になりました石川県文化振興課の担当者は今後も幅広い世代向けの企画を多数用意していきたい年100万人は高い目標だが 少しでも近づけるよう魅力に磨きをかけていきたいと話していました金沢三茶屋街の芸湖集が昨日金沢踊りのかつら合わせに臨み大舞台へ意気込みを新たにしましたかつら合わせは北国新聞交流ホールで行われ東・西・和江町の金沢三茶屋街から金沢踊りに立ち方として出演する芸湖集が集まりました そして京都祇園の八木源かずらの八木隆社長など4人がかずらの土台を芸妓それぞれの頭に合わせて調整しました19回目になる今年の金沢踊りでは名前が付けられて200年を迎える兼六園の式を綴る舞踊絵巻兼六園名所のいろいろが披露されます金沢踊りは9月22日から4日間 県立音楽堂邦楽ホールで午後に2回ずつ公演があります。チケットの問い合わせ先は北国新聞読者サービスセンター電話零七六二六零八零零零です。金沢学院大学相撲部の選手たちが昨日北国新聞社を訪れ、全日本大学選抜相撲 金沢大会での団体初優勝を報告しました全日本大学選抜相撲金沢大会は今月17日12校が出場して石川県宇達山相撲場で行われました唯一の地元枠で出場した金沢学院大学は競合を相次いで撃破し決勝で日本体育大学を破り 大学日本一に輝きました7人の選手などは昨日北国新聞社を訪れ学校法人金沢学院大学学園長の田秀一会長に喜びを報告しましまたこのうち個人でも準優勝した池田俊選手は「ベスト4が目標だったのでまさかの結果です一丸の勝利」と笑顔を見せ決勝で 優勝を決める一番を制した大森康弘選手は、いい緊張感で相撲ができたと振り返りました。専門的な技術を持つ住民が金沢市の野田中学校で、試験的に文化系の部活動を指導しています。石川県内では中学校四校の運動系部活動で、 地域部活動指導員が導入されていますが金沢市教育委員会は文化系で初めて野田中学校にこの制度を導入しましたこれによって野田中学校では外部講師が週2日程度合唱部と稼働部で部員を指導していますこのうち合唱部の指導員は石川県合唱連盟の理事長で 3年前までこの中学校で教えていた春日由紀子さん66歳が務め週末や平日の放課後に発声や呼吸法など専門的な技術を指導しています。合唱部顧問の山本幸太郎教諭35歳は「これまで他校では吹奏楽部を顧問していたので技術的な面を指導してもらえるのは心強い」と話していました。 金沢市教育委員会は、教員の負担軽減にもつながるとして、来年度以降、地域部活動指導員を順次、他の中学校にも広げる方針です。教育委員会の担当者は、地域ぐるみで子どもを育てる環境を整えたいと話しています。鹿町老人クラブの会員などが、 今月二十三日から世界一長いベンチの周辺で始まる光のイベントに向け準備を進めています。このイベントイルミネーションときめき桜回廊は LED を使ったペットボタルおよそ一万七千個が世界一長いベンチの周辺を彩ります。イベントに向け。 鹿町老人クラブの会員や観光協会の関係者などおよそ80人は、昨日、小雨が降る中、準備を進めました。参加した人たちは、開幕を心待ちにしながら、ペットボトル本体を設置するためのキャップを等間隔に埋めていました。ときめき桜回廊は、今月23日から、 11月末まで行われ、日没から4時間程度照明が灯るということです。ここまで、北国新聞ニュースをお伝えしました。